こんにちは、マサ464K4 です。今回は星のドラゴンクエストのクリスマスイベントサンタ様がやってきたが聞いてたんで、今気づいたんですけど、やっていきたいと思います。サンタ様がやってきた。ちょっと待って、探検ってどれ？ちょっと待って、探検装備しよう。装備を、探検ってどれ？星降りするって探検なのか。でも探検だよね、見た目。でも見た目探検なはず、多分。ということで、やっていきたいと思います。レベル5なんてどれでも OK です。行きましょう。多分通常攻撃で終わるんじゃないかな。通信中の場合めっちゃ長くなるっていうね。あ、スライムかわいい。クリスマスライム、クリスマスライム。面白いなクリスマス。あー、ツボ。ケーキだ。クリスマスライム。オーケー。ハム。サンタ様。あ、こっからサンタ様出てくるのね。どっちから倒してこんだろう。あ、間違えた。聖なる祈っちゃった。祈っちゃったやつ。怪しい人。早くね？オッケー。なるほどね、全部ボスサンタなんだね。探検いけるかなこれ。靴下。あ、ダメだ。どれだよ探検って。もう探検持ってないのかもしれない。ちょっと待って、探検本当にないのかな。もう剣自体さ、これしかないから。あ、これ？もしかして。これかな？あ、でもレベルだもんね。でも探検ってどこに書いてあるんだろう。あ、これ？ブロンズナイフとか探検っぽいよね。え、なんか探検とかさ、今思ったんだけどさ、どこに書いてあるんだろう。見た目で判断しろよ的なやつ。わからん。でも次が探検かどうかがわかんない。ちょっと待って、一応ブロンズナイフするでしょ。だんだん弱くなってる。こっちの方が確かに探検っぽいな。
え？これちょっと待って、槍なのか、槍か。ちょ、変わってくるのかよ。あ、でも、フレンド槍にすればいいのか。最初からそう考えて。フレンド槍にすればいいんだ。なるほど。なるほど、なるほど。さあ行きましょう。槍。槍。ね、こういう時にいないね。賢者の杖いいな。だから、槍がいない。槍がいいな。羅刹の剣って槍なのかな。お、来た。英雄の槍。さあ行きましょう。まあ普通にスタミナ消費が大きいからここでラストとなっちゃうんだけどね、結局。ドラキュラ。ちょっと硬くなったな。マジで、マジっすか。ミスった。案外 HP 残ってるな。てか、あるな。フライドチキン。なんか一つ上がるだけで結構 HP 高くなったな。確かにスタミナ消費のあれもあったっけな。オッケーじゃないかな。よし。めっちゃ落とすな。またストーリー進むのが遅くなるのかな。そういうやつ。クリスマスドラキ。何でもクリスマスがつけばいいと思ってるんじゃねえだろうな。まあいいんだけどね。今日は全く関係ない話なんだけど、皆様はどうクリスマスをお過ごしになるでしょうか。ホワイトクリスマスって、まあこっちの方、埼玉っていうか関東の方なんだけど、関東っていうか埼玉の方なんだけどって言った方がよかったね。なんだけど、あんまりクリスマスに雪降るのってそんな、なくて。もう北海道の方とかは降ってるみたいなんだけど。あんまりサンタ様を応援って何やの？怪しい人に、応援させる前に倒す。ザオリック！マジで？ザオリック。じゃあサンタさんも先に倒さないとな。ザオリックですか。しかも、倒された時のまんま来やがった。人間って何をするの？具体的に。素早さを上げる。すんごい素早さ高いね。やっぱり。ああ。お前が死ぬ気なら、すんげえ早い。ターンの運び。一気に倒す。氷の息。え、何？あの今の表示。
かっこいい。ザオリック使ってくるっていうことはもう真ん中から倒すしかない。サンタ様から倒すしかないってやつね。把握。細かいスーツ。よし。おの？わかんない。漢字読めなかった。違うやん。またクリアしないとダメじゃん。マジで言ってんの。ミッチ。技を変えてこいっていうことだ。金のオーナメント。はい、ということで、星のドラゴンクエストのサンタ様がやってきたでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。